はい、スタジアム怖いという話、スタジアム怖い、これはね、私は子供の頃、小学校とか、まあ、そのあたりですかね、で初めて受けた感覚ですけども、よくスタジアムになんか野球とか見に行ったり、あるいはですね、まあ見に行かずとも甲子園をねテレビで中継して見たりするとですね、観客がすごい量いる人がいるということが観客席に移すと分かりますよね。何万人という単位、アメリカのスーパーボウルだったらもっとですよね。あるいはワールドカップ、サッカーワールドカップだったらもう何万人入るような、10万人入るような、そういうスタジアムもあるわけだから、そのね数の多さに衝撃を受けたわけですね、子供の頃で。数が多いのは当然集まってきてるんで、集まって見に来てるんで数が多いことは確か、うん、それはまあ、怖くともなんともないと。ただですよ、この集まってきてる人それぞれの、それぞれには家族がいるわけですよね。で家族には親戚がいると、うん、そのね、あるいは親戚じゃなくても友達がいるとか、そのスタジアムに集まってきて一人一人にクラスメイトがいるとかね、そういうことを考えるとね、膨大な数がこう想像できるわけ、うん、スタジアムにいる観客の人もね当然数多いんだけども、その背景にある、友人関係とかクラスメイトとかね、膨大な数になるわけ。だから日本には一体どのぐらいの数の人が住んでるんだと。でそこでちょっと怖くなったわけですね。でもうちょっと考えるとですね、その人たちの生活スタイルはどうなのかなと。で、私とあんまり変わらない生活をしてる人が多いよね、まあ、中流家庭というかね。で、まあ食べ物もそんなに大きく変わらないと。和食、洋食兼用みたいなね。それから冬にはこたつを出すだろうし、夏は扇風機クーラーを当たるだろうし、スイカも食べるだろうし、私とほとんど生活スタイル、生活様式が変わらない、人がですね、この日本には無数にいると。それが想像できるわけ、スタジアムの観客の人を見ると。だから 目に見えてるその観客の人の多さも当然すごいんだけども、その背後、生活スタイル、私とほぼ同じような生活をしてる人がですね、日本には猛烈な数いると。じゃあ私は何なんだみたいな、そういうね、ことも考えるわけですけども、これはね、スタジアムを見た時に限らずですね、例えば空撮でヘリコプターの空撮とかで、東京の都市部とか、あるいは大阪の市街地とかを空撮で撮ってるような、そういう、映像がありますよね。そうするとそこの下にはビルがたくさんあって、人が中にいっぱいいると。何万人、何十万人いるんだと。でその人たちには家庭があって、子供がいたり親戚がいたり、そして生活様式は私とほとんど変わらないというね、うん、その恐ろしさ。だから私が特異な存在ではなくて、こうコピーされたというか、なんていうかな、似たものがたくさん集まってるうちの一つなんだぞというね、そういう怖さ。それしかもですね、似た人がですねかなりの数いると。ただ似てるだけであって、それをその個人は別々の人格だし、うん、まあ、10羽人からぎにはできない存在だし、その何なんだこれはみたいな、そういうちょっと言葉にはしにくいようなね、自分が希薄化するみたいな、そういう恐怖を感じたことがありますね。これはね、大人になってくるとだんだんその感覚はね失われていって、今ほとんど思い返すことはできませんけども、まあ、たまにね、心の中から、心の底から意識のところに浮き上がってきた時にちょっとね思い返したりとか、ちょっと震えたりとかして、でも大人なんでね、もうあんまりそういう恐怖には麻痺してまして、あんまり子供の頃のように眠れないような、そういうことはないと。まあそういうね感覚があったわけですね、うん、強くあったわけ。まあ忘れないうちにね、ちょっと
お話ししていこうかなと思ってます。